はい、あゆむです。よろしくお願いいたします。それでは今回は、菅井八段対羽生九段の JT 杯1回戦のハイライトやらせていただきます。先手が菅井八段、後手が羽生九段で、なんと相中飛車というプロ間では非常に珍しい作戦となりました。つい先日、今泉五段対里見女流四冠の、NHK 杯戦でもあった形ですね。そして菅井八段、なんと9手目に3六歩と突きます。非常にこう積極的な構想ですね。そして羽生九段も、なんとなんと菅井八段と同じように7四歩と突き返していきました。まあ、3七桂と跳ねたり、2八銀から3七銀と繰り出すような狙いなんですが、羽生九段も同じ形を目指していくという格好ですね。そして以下4八銀、6二銀、5七銀、5三銀と互いに銀を上がり合いました。で、4六銀ですね。ここからまあ6四銀と上がれば、戦後同型の形になるんですが、羽生九段は4四銀と、こちらに上がっていきました。まあ、この方が自然な形ですね。まあ、そして以下6八銀と菅井八段が銀を繰り出しまして、4二銀、5七銀上がる、5三銀上がる、6六銀、6四銀と、再び戦後同型になりました。相カニカニ銀という感じで非常に面白い作戦ですね。で、以下ここから、ここで封じ手になったんですが、菅井八段は4八玉と、右側に囲う構想を示しました。で、羽生九段は4二玉と、羽生九段から見ると左側ということで、ここで再び戦後同型が、終わるという形になりました。そして3九玉、1四歩、1六歩、3二玉と、羽生九段はどちらかというとこう居飛車から派生したような、格好になりまして、菅井八段はちょっと特殊な振り飛車という格好ですね。見たことがない戦いになりましたが、ここからの2人の構想が注目されました。そして5九金、5一金、4八金左、4二金右とお互いに囲い合いまして、2八玉、3三角、3八金上がると、ひたすらお互いに王様を囲っていきます。そしてここからの構想が注目されたんですが、なんと菅井八段1八香車と上がっていきました。で、羽生九段も3二金寄ると固めまして、明らかに相穴熊の様相を呈してまいりました。で、1九玉に1二香、7九角と進行していきます。7九角というのも面白い手で、どこかで隙があれば3五歩と突こうということですね。で、羽生九段は3五歩はちょっと嫌と見て2四角と受けていきました。で、菅井八段は2六歩と、ついて2四の角を追っていく展開を見せていきました。で、ここから羽生九段、普通に指すんではちょっと面白くないと見たか、なんと4五銀という強烈な勝負手を放っていきました。これもすごい手ですね。まあ、もちろん同銀と取ってくれたら、7九角成と角が取れますので、同銀と取る手はできないと。で、この4五銀に対して2五歩と突いて角がどっか行ってくれたら4五銀とタダで取ろうという手も考えられるんですが、これは4六角同歩3六銀という手があって、まあ、次の2七銀打ちなどを見せまして、若干駒損ながら後手が指せるという進行だったようです。この角切りを、狙っていた手というわけですね。で、菅井八段もそれを見抜いて、ここから3七金左と受けていきました。これもまたすごい手ですね。4九銀が見え見えなだけに、誘っております。ちなみに4五銀のところでは、8八角と上がるのが、まあ、推奨7によると最善手だったということですね。で、これで2二の王様を射程に入れて、一例として4六銀なら同歩に、仮に同角だったら3七銀と打ちまして、2四角に6五銀と8八の角を使って王手をして、これで少し先手ペースの戦いだったと、そういう展開を示しておりました。なので、まあ後手としてもこの同角と取るところで何か別の手を指したりして、一局の将棋というわけですね。ということで、8八角も非常に有力だったんですが、実戦は3七金左として4六銀同歩4九銀で、後手が好調な展開となっていきました。やっぱりちょっと穴熊の金がこうやって取られてしまったというのが先手にとっては辛いところですね。で、羽生九段は5五歩とついて絶好調の展開となっていきます。まあ、同歩もあるんですけど、
同歩は同銀同銀、同飛車に8八角で、一見先手が関節王手飛車を決めてうまくやったようでも3三角と引かれて、これは結構先手から見て大変な局面というわけですね。まあちょっと穴熊が薄いので3五歩ですとか4九銀といった攻めが非常に厳しく、ちょっと先手が芳しくない状況になっていくというわけですね。ということで、菅井八段としても関節王手飛車の筋はあるんですが、それはできず2五歩と突いていきました。そして3三角と角を下がらせてからの4五銀ですね。5五歩はちょっと取りづらいので、3四地点を狙っていきました。羽生九段は5六歩と構わず取り込みまして、3四銀に5一角と冷静に引いていきます。6六角と切って5七歩成もあるんですが、この方が30秒将棋的には勝ちやすそうですね。羽生九段が冷静にリードを広げていきました。評価値でいうと500点ぐらい、パーセンテージでいうと 60% ほど羽生九段がリードとなっております。そして5一角と引かれてはっきり苦しくなった菅井八段ですが、実戦はここから2八飛車とさすがの勝負手を繰り出していきました。本当にすごいですね。もう玉飛接近すべからずという格言に完全に反した展開で、本当に形が悪いんですが、とにかく2四歩からの攻めに勝負をかけようという勝負手となっております。で、羽生九段はなんとここから3三歩と打っていきました。これもすごい手ですね。2筋狙われることが分かっているのに、あえてやってこいと、ね、こんな攻めは簡単に切らせますよという力強いメッセージでした。でここで4五銀と引くようではちょっと勝ち味が薄くなってしまうということで、2三銀成と菅井八段当然特攻していきます。以下同玉は2四歩から2三銀がありますので、同金と取りまして、2四歩に対して1三金と、ギリギリのところにかわしていきました。これも力強い手ですね。次に先手は3九銀と打たれる筋があるので、ちょっと2三銀は3一玉で、この3九銀の筋を見せられて届かないと、そういう展開になっております。菅井八段は泣く泣く3八金と引いて、その3九銀の筋を消しました。でここで一息ついた羽生九段は3四歩と、これまた落ち着いた手で対応していきました。これも2三銀なら3三玉と上がる手を用意しているというわけですね。次2四金から切らして勝とうと、こういう狙いになります。ということで菅井八段もそうはさせじと4五歩とつきました。遊んでいた7九の角を2四に利かせて、2四金と取られないようにというわけですね。でここで羽生九段の指し手が注目されたんですが、5七歩成と軽妙手を入れていきました。同銀と取ると角道止まっちゃうので当然同角なんですが、そこで3三金ですね。これがまたうまい受けでした。次2四金と拠点の歩を取ってしまえば、後手は金得が生きてはっきり優勢になるというわけですね。ということで、ここで金損している菅井八段がどう指すか注目されたんですが、5五歩と冷静に受けていきました。何かの時の5七飛車成を消しつつ、しっかりとこう粘るという一着ですね。で、羽生九段は金得を生かしつつ2四金左と拠点の歩を払います。そして菅井八段は4四歩と手筋で攻めていきました。以下同歩に4二歩が参考になる手ですね。で同角以外だと2四角と取られちゃうので同角と取るんですが、そこで、4三歩と一発入れていきました。軽妙な攻めで菅井八段が追い上げていきます。ちなみに4三歩のところですね、ぱっと見2四角同金4三銀という手が見えたりもするんですが、これは5六角などと打たれておくと、次3八角成から2七銀という寄せを見せられて、ちょっと3四銀成も消えておりますし、これはちょっとね、後手が1手負け2手負けぐらいになってしまうという状況のようです。ということで菅井八段これを断念して4三歩と打ちました。でこれ角引いてくれたら4二銀とかで攻めがつながりそうなんですが、羽生九段はシンプルに同金と取りました。で菅井八段は2四角と取って、これで金損を解消して駒割りは互角に戻りました。以下2三歩に2八飛車と引きます。ただ駒割りを互角といっても
先手は歩切れ、そして後手は歩得しておりますので、この持ち歩の差の分、羽生九段が優勢というわけですね。次戦はそこから5六角と打っていきました。これがまたいやらしい着で、放っておくと、例えば先手がここから何もしないでいると、まあ、3八角成、同飛車、2七銀といった強烈な寄せが来ます。飛車かわすと、5五銀とか捨てて、同銀、同飛車、同飛車、2七、2八銀打ちというのが、まあ、イメージ的にはこういう感じでやられちゃうよということですね。まあ、ということで、先手何もしないわけにいきませんので、3七金打ちと受けていきました。でここから羽生九段どう指すか注目されたんですが、6七角成は6一角がいやらしいということで、何銀ですね。まあ、これまた30秒将棋とは思えない落ち着いた一着で、美濃囲いを再構築して羽生九段がリードを拡大していきました。まあ、評価値で言うと1000点ぐらいですね。パーセンテージで言うと 80% ほど羽生九段がリードとなりました。非常に落ち着いた素晴らしい一着ですね。菅井八段は、ここから5四銀と勝負手を放っていきます。やっぱり簡単には負けないという感じで。金逃げると6三銀成がありますので、同金と取りまして、同歩に6七角成と進行しました。これで銀取りなんですが、菅井八段は6五金と打って銀取りを受けつつ食らいついていきます。そして羽生九段ここで4九銀と先手の穴熊に食らいついていきました。そして4九銀に対して菅井八段は手抜きで7一角と打っていきました。ちなみに3九金だと3五歩とついて、同歩だと3八歩と、こういう筋がちょっといやらしいというわけですね。なのでそうした筋を避けて菅井八段は7一角と4四角成をシンプルに狙っていきます。羽生九段は3八銀成と金を剥がしまして、同金に4三金と、これまた手厚く受けていきました。まあ、3二銀や4三金、本当に負けない将棋という真骨頂ですね。まあ、そして菅井八段は6四金、同歩、5五銀と、まあ、取られそうな銀を活用して目いっぱいの攻めをつなげていきます。まあ、形勢は明らかに、後手が優勢なんですが、菅井八段の粘りもさすがですね。で羽生九段は次4四銀を阻止して4五馬と引きました。そして4六銀打ちでどかそうとするんですが、ここで5六馬がうまいタイミングですね。でこれで3八馬から2七金といった寄せを見せているという形になります。で菅井八段もう受けがないのでどうするか注目して見ていたんですが、4四銀と出ていきました。まあ、これで次5三歩成などが入れば一気に後手も危なくなるという状況なんですが、ここから羽生九段5四金と、拠点の歩を払っていったのが冷静な一着で、さらに形勢が後手に傾いていきました。本当に落ち着いてますね。で以下菅井八段は、まあ、次3八馬同飛車2七金という寄せ、そして4六馬と銀を取る手がありますので、それを4七歩と一石二鳥の歩で受けていきました。でここで羽生九段どうやって勝ちに行くのかなと思って見ていたんですが、6一金が、まあ、俗に言う友達をなくせですね、激辛流の一着で、羽生九段が勝勢を確立しました。まあ、これでちょっと角の逃げ場がありませんし、角が取られると自動的に4四の銀も取られちゃうということで、先手にとってかなり辛い形勢となりました。で実戦はここから5五銀引きと菅井八段が、諦めず勝負手を放っていくんですが、まあ、4三銀も気になるところなんですが、これは7一金と取りまして、3二銀成、同金、4三銀打ちが一例なんですが、4一銀とがっちり打っていって、ちょっと、先手の攻めが完全に切れ模様というふうになっていくわけですね。3二銀ならず同銀、4三金なら、4四金と取りまして、以下、仮に5二金なら、そこで3三角と打っていって、後手の完封ペースになっていきます。4九銀のような攻めも厳しいですし、まあ、5一歩からこの金をいじめられる展開も、ちょっと辛すぎますね。まあ、ということで、ちょっとこの展開ははっきり先手が切れてしまうということで、菅井八段は、この6一金に対しまして、泣く泣く5五銀引くとしたわけですね。そして実戦は、7一金と羽生九段が角を取ってリードを拡大しました。
以下5四銀同飛車4五銀打ちと菅井八段も目いっぱい迫っていくんですが、駒得を生かして6五馬としたのが冷静な一着でした。で5四銀に同馬で飛車は取られたんですが、後手陣はびくともしないですね。で先手陣は4九銀のような筋がありまして、相変わらず薄い格好となっております。で菅井八段4五金と、制空権を手に入れに行きました。が7六馬に3四金と特攻していくんですが、3三歩と冷静に打たれて、3五金と退却させられてからの4九角が痛烈ですね。仮に4八金なら3九銀ですし、放っておいても3八角成から2七銀の寄せがあります。3七金とか、3九金とか、かわそうとしても2七銀打ちからかわして、3八銀打ちというヨーヨーでいっぺんに決まっちゃうというわけですね。ということでちょっとこれはできませんので、実戦は2四歩と菅井八段が最後の勝負手を放っていくんですが、ここから相手にせずに3八角成同飛車2七銀で完全に筋に入りました。そして以下2三歩成同銀2四歩と最後の攻めを入れていくんですが、3二銀と引かれたところで菅井八段無念の投了となりました。ちょっとここからは指す手が難しいですね。羽生九段の完封勝利という形になりました。本当に相中飛車という意表の作戦選択から素晴らしい指し回しでリードを広げた羽生九段の会心譜と言っていい内容だったと思います。30秒将棋に関わらず本当に3二銀とか4三金とか6一金とか落ち着いた手が光りましたね。一応投了以下飛車を逃げるしかないんですが、そこで3八銀と、そうですね、ちょっとここまで行っちゃうと5八歩で止められちゃうので、まあ、行くとしたら4八とかしかないんですけど、それも4九馬と突っ込んで取ると2八銀打ちという寄せが炸裂しちゃいますね。まあ、この辺まで行っちゃうと、6八以降まで行っちゃうと5八歩で止められて2八銀打ちが受けづらいですし、また、4八飛車は4九馬と込む手があって、取れば2八銀打ちで詰んじゃうと、まあ本当にどうしようもない局面になってしまうというわけですね。ということで、羽生九段が素晴らしい内容で勝って、これで2回戦は藤井竜王との対戦が決まりました。まさに将棋界のゴールデンカード、今からとても楽しみですね。そちらもハイライトしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。